はいどうも、三度の飯より前浜大好きケリーチャンネルのケです。今日はね、じゃじゃじゃん、こちらセレブレート東京ディズニーランドがね、当選しました。当選したらね、もちろんやりますよ。セレブレートの当選した時のね、回り方、やり方をね、今回動画にしていこうと思います。そしたらこの辺かな、ゴミ箱ですね、トラッシュ缶の近くのこの辺が入場順になると思われます。なのでここでね、1時間前でもいいし、早くスタンバイしてた方が最前列で見れます。30分なんですけど、セレブレートもう1回目かな、17時50分の回、1時間30分前かな、待っている方いらっしゃいますね。当選してる方が待ち列あるのか見ていきましょう。30分前でも日曜日でもね、2列目までできてますね。この奥が当選席ですね。1時間半前は待機してる人いないね。すいません、セレブレート当選してるんですけど、これってもう何分前から並べるとかあるんですか？今から待つことも可能ですよ。ここなんですね。ありがとうございます。はい、4時半の時点で一番乗りでした。ということで、ね、今から1時間20分前でガチで並ぼうと思います。前方はバケーションパッケージご予約されている方のスペースとなりますので、どうぞこっちお願いいたします。あるけど、こう見るとね、なんかこの四角いところがバケパなのかな。で、奥も後ろから見れますね。ということで、セレブレート東京ディズニーランドの当選後のパークの体験レポートでした。今回ね、初めてね、セレブレートが当たったんですけど、まあガラガラなんだね。最初なんか俺が見た時って、当選したのって番号振ってあった気がするんだけど、途中でなんかセレブレートっていつクリスマスタイムとかって B 何の1とかって書いてあるんだけど、番号振ってなくて先着順みたいですね。で、16時半に並んで俺1人目で、そんなに並ばなくても前の方で見れるっていうことですね。まあ、これね、あくまでも日曜日だったんだけど、空いてる日曜だったんですけど、17時の時にゾロ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 増えていったかな、入場開始25分前なので、もしね、当たった方で番号振ってなければ、前の最前列の迫力ってやっぱりすごいんで、まあ、5時より前の段階では並んでおいた方がいいかもしれないです。トラッシュ缶がね、今のところ1月の何日だ、今日6か、1月6日撮影なんですけど、1月6日時点ではトラッシュ缶のところでポジてました。最前列で見たら、パイロとか噴水とかの演出がよりね、誰も人がいないので綺麗に映ってて、ちょっとね、終わるのが寂しくはなっちゃったかな。35のスモアの後の35のロゴ見たら、ちょっと鳥肌が来てしまいました。
ぜひね、この期間抽選にね当選すればほぼ見れるんで、あの当選ってどんな感じなんだろうとかね、ちょっとまだこれからパークに来てない方が35周年のセレブレート当たった時どういう感じになるのかが今回動画でね伝われば嬉しく思います。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方はグッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるのでよかったらフォローお待ちしております。それではバイバイ。